演舞開演。どうも、本日はこちら山崎のみたらし団子を食べたいと思います。結構食べる機会多いんですけど、今まで紹介したことなかったですね。では、いただきます。いつも通りの甘辛さ、美味しいです。結構弾力のあるお団子に程よい甘辛さの醤油だれが絡んでいて、とっても美味しかったです。でももうちょっと香ばしさがあってもいいかもしれませんね、焼くとか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。